買ってきました。取っ手付きの雑巾が干せる。あ、雑巾干せるんだこれ。雑巾が干せる。こうか。こうすれば、これ雑巾が干せる。これいいな。もう一個買おうかな。雑巾が干せる、蓋付きバケツ8リットル。これ100均で買いました。で、100均でもう一個。ファントングですね。ファンを掴むやつですね。包丁研ぎを買ってきました。なんとなくこれでバスドラできるんじゃないかなと思って、ちょっと作ってみたいと思います。これをね、ファントングを、イメージ的にはさ、こいつをバスドラにして、で、こう、これがさ、ちょうど、こういう風にすると、ほら、バスドラのペダルっぽくない？で、ここにビーターの先を包丁研ぎでつけたらどうかなと思って。そうそうそう。これほんで、ここにね、これが、だってくっついてるんで、吸盤がついてるんで、こういうところにくっつくんですけど、あんまりここには意味がなかったけど、これを包丁研ぎなんですけど、これをビーターにして、こっちか。こっちか。ね。で、ここにペタッと貼っちゃえば、まあ、全部の簡単なもので作ってしまうんですけど、うわ、ペダルっぽくないですか、ね、ここにほら、バスドラの出来上がりというか、ブラシとかだったら、今度ハイハットとシンバルをどうにかしたいと思います。と買い足してきましたオイルポットとステンレスの雪平鍋用これ蓋のやつとでステンレスのお箸です。何をするかというと、まあ、これシンバルっすよね。外して、まあ、もうネジなので綺麗に外れます。ちょうどこう太くなって、あ、ちょうどいいね。でここにこうなんか普通に黒頭みたいな、いけますね。今回はですね、また100均でこれハイハットみたいにできそうじゃない、踏んだらさ、ハイハットこれあんま音鳴らないから、これつけたらうまくいくかな。